はい、マッサージ師の癒しを藤です。僕が読んだ3000冊の本の中からためになる健康本をご紹介していきます。今回は笠井紀明、40歳過ぎても衰えない人の秘密について解説していきます。この本のポイントを3つ。1、心の持ち方で現役寿命は大きく変わる。背景には折れない心と並外れた勝利への執着心がある。2、持っていたものを総合的に練り上げる。瞬発力が落ちても持久力など総合力でカバーする。3、自己管理能力がずば抜けている。怪我の多い選手は消えていく。では次に心に残ったキーセンテンス3つをご紹介します。1、笑顔がメンタルの強さの証。特にスキージャンプはメンタルが重要で、それは笑顔に現れます。2番目、年齢で自分の可能性を限定したらダメ。年齢を言い訳にしたらダメということです。僕はカーネル・サンダースを思い出します。そして3番目、諦めない心を大切に。何度失敗しても諦めるな。僕はエジソンを思い出します。ということでまとめますと、我々一般人も心の持ち方次第で仕事の現役寿命や健康寿命も大きく変わると思います。そのためには自分の今までの人生の経験資産を総動員して有効活用して、自己管理能力を高めていくことが大切だなと思いました。学びと気づきが多い本ですので、ぜひ皆様も手に取ってみてください。ではまた。バイバイ。